ケンさんから今ちょっと忙しい忙しい嘘嘘何ケンさんから LINE ではとかどうって来てますよ今かいいよ来たもしもーしはいはいどうもーん見てますよありがとうございますてるさんでーすはいこんばんはあーこんばんは難しい話ばっかりだった。てるさん、7月31日どうお過ごしですか？今日ですか？はい。今日はずっとマスくんの機材の調子が悪くて1時間演奏できなくて、うん、ずっとその見守ってた。あ、それで後半30分だけ演奏して、うん、でこれから久しさんの車中部が始まるので、なるほど。ここでお別れしますって言って、あなんかファンの子たちもみんな今日のね。あのグレーの日を楽しんでるみたいでそうですね先日のねティーザーも配信されましたけども、そうもう久しのね紙問題はね、うん、そうティーザーの映像で出てるか分かんないけどモリッとしてたよねちょっと ねなんかバージョンアップしていかなきゃダメだね人間的にどうやってどうやってだよいやこれからライブアットホームボリューム3の方ね、いろいろと準備とかしてきますんで、はい、よろしくお願いします。これからも楽しみましょう。はい。はい。じゃあ最後まで頑張って。はいはい、てるさんでした。はい。はい。満足か？ありがたいですね。ジロちゃん何してんのかな？欲しがる。大丈夫ですか？ちょっと今忙しい。ちょっと待って。まずそっちをオフレ。あ、リーダー高野さん。もしもし。どうもどうも。見てた見てた。どうする？映したい。じゃあカメラ変える？すげえ。いいよ。映して大丈夫？いいよ。はい、大丈夫。リーダーです。どういうこと？いや、ちょっと遅れてるからね。リーダー慣れて。大丈夫。好きなこと言っていいよ。リーダー、今日はどんな一日でしたか？今日はね、朝起きて、まず、こう、皆さんからのエキスパラ21年目ですねっていうメッセージたくさんいただきまして、感慨深かったですよ。そうですね。21年目ですね。俺たちはさ、割とマイペースでこう駆け抜けてきたのですが、やっぱりファンの人たちの方がこう、あの日のことを大切にしてくれてるなっていう気もあって、改めて当時のいろんなものをこう見せてもらったりしてね、はい、ああやっぱり意識はしてなかったんだけど、すごいことしたんだな、こうそれぞれの そのみんなの人生の一部分になったんだなっていうのをすごく感じて、なんか静かに過ごしてました。ああそうですか。本当だったらね、なんか毎年イベントとかやってたんだけどね。そうね、うん、やりたい。頼むら何名字。俺バンドはやりたいよ。もういや俺ね、はい、最近思うんだけど、うん、練習したい。そうだね、練習楽しいよね。高校時代からそうなんだけど、ライブはもちろん楽しいんだけど、練習がいいんだよね。なんか緩い雰囲気がいいよね。そう、責任がまだなくて、うん、でちょっと飽きたらちょっと休んで、まあ話が長いことだ。最近やった話をこうお互い持ち寄って、はい、まあ今となってはスタッフさんすごい待っててくれて申し訳ないんだけど、なんか懐かしいよあれが。痛感するわ。うん、久しさんがリハに来なくて、どうした探せって言ったら海に向かってしまいましたっていうのが懐かしいよ。この長い歴史の中で1回だけじゃんそれ。ジローがするかそのことだって俺いなくてもスムーズに進行したでしょって。ジロー偉いよ、そんな暇あるかって言って。大人だ。誰よりも。そうね、プンプカしてた俺たちもその一言を聞いて、全然いいんだよ、全然いいんだよ、今から思えばね。はい。あれが本当にああいった日々が愛おしいけれども、でもまあ今はね、自分たちができる
えて、それこそ感謝してるよ、グレーの日って、そのみんなが言ってくれてるその日にこうやって、なんていうの、動いてくれるというかさ、ファンたちに何かしら楽しみがあるってことは。そうですね、本当はあの明日だったんだけど、暦上では。まあ、だったら今日にしようっていう話をして。暦上わかんないけど、暦の上では。久しぶり TV のことはよくわからないよ。だから手疲れた。わかんない。はい、いや、本当に。はい。今日ね、新しい俺たちのオンラインライブのティーザーとか出たでしょ。はい。なんかまた、こう、みんなと楽しめる、たくさんアイデアを考えているので。そうですね。これからもいいコンテンツをお願いします。そう、あと本当にもうこれ見てる方々、本当にあのどうかご無事で、本当にまた会える日を本当に楽しみにしています。そうですね、はい、はい、じゃあね。はい、ではでは、ありがとうございました。はい、お疲れさん。はい、お疲れさん。はい、ありがとうございます。めっちゃ疲れた今。な ATM ミニまであるのになんでこうなの俺。21世紀は来ていない俺には。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひぜひ、お願いします。